や、これは普通に美味しそう。うまそう。やば。これが東京ってやつか。うん。こっちの方がうまそうだな。いただきます。いただきます。熱っ。シュッと手を拭いて。あ、本当だった。お母さん。いただきます。いや、でも今日めっちゃね、速攻すぎんかった時間。速攻だった。楽しかった。防衛大学、健康が一個ちょうだい。いいよ。で、一個ちょうだい。いいよ。なんか最近、うん、ちょっと歴史の、うん、勉強だけでもないけど、うん、やっぱ歴史から学ぶことってすごい 大きいなと思ってて、うん、ちょっとさ、日本、まあ、世界でもいいけど、なんか歴史上のさ、人物だったら誰が好き？誰が好き？うん、あ、好きか。自分は誰っぽい。と思う。誰っぽいか。キミコ。ミステリアスでありたいよね。わかりやすいから。ヨガシは？うん、ね。大谷文長、うん、と坂本龍馬。坂本龍馬は行動力って分っていうよりか、どっちかっていうと、うん、いろんな人の話を結合させて新しいものを作り出すっていう、なんかその組み合わせるっていう動作がすごく好きだから、うん、いいなと思っていて。まあ、確かに織田信長っぽいわ。え、違う、これ今坂本龍馬。ごめん、聞いてなかった。いや、女の女の子が、うん、異国城ってところがさ、うん、なんだ、たとえどんな運命で生まれたとしても、うん、なんだろう、実力で下のものは上のものに打ち勝てるっていうのがいいよね。いいよね。でもなんか、え、まず、あ、ちょっと、せっかくお気に入りのニットが今でも潰すことだったから危なかった、ね、あ、もう全く見えなくなった。見えなくなった、うん、よかった。ナイス。もうなんか今学生だから褒められたりするときあるやんか、行動力あるねとか。だけど今正直学生だけが褒められるってだけで、社会は多分何者でもないんやって。絶対になんか突出した特技があるわけでもないからってなった時がもうすぐ来るやんか、1年後、2年後に。焦るよね、正直ね。もう思っていて、うん、だから行動を一回やめて勉強してるっていうのがすごいあるから、うんうん、いや、なんかなんだろう、充実感ってなんか私、幸福感感じないから、この人たちに投資してもらった分、なんか私ちなみの課金って投資だと思っているから、投資してもらった分、絶対この人たちにゆかしを応援してよかったって思ってもらえるように、後悔させないように頑張らなきゃっていうのが、なんだろう、頑張らなきゃって感情だけど、ネガティブっていうよりかすごいポジティブに作用していて、それがね、なんか一番いいのかもしれないっていうのと、あとはなんか私なんか足だけ動かして満足する病だったから、最近はすごい思考を伴ってきて、なんだろう、行動力が褒められるのがだんだん嫌になってきてしまって、なんでかなって思った時に、私にとって行動力って強みって思ってないのかなって思った時に、やっぱり思考っていうのがすごい必要で、思考と行動の試行錯誤しているみたいな。私、なるほどね。効率的に物事をこなせないから、とりあえずがむしゃらにやるみたいなことをやってたけど、うん、どうやったら効率的にできるかを考えて行動しないとダメだよねみたいな、うん、言っとったわ。言ってたじゃん。だそれを見た時にも、まあ、やっぱそうだよねみたいな、うん、マジそうだよね。厳しい環境を作ってしまったり宣言するのはありなんだけど、俺結構ハッタオスにやってる、その宣言も。うん、だからそこを
信頼に関わるやんか。だからしなきゃいけないなと思って100キロマラソンもするし、会社手すりでもただ最初は口だけだったけど、やらざるを得ない状況になってきたから言い過ぎてやったっていう部分もすごく大きくて、なんかことが発言することによって進むってめっちゃあるなって。なんか不言実行が一番いいんやろうけど、自分は怠け者だからできない。それが私しいたけ占いっていう占いがすごい好きなんだけど、しいたけ占い知らない、しいたけ占いっていうぜひ調べたりしてんだけど、私それですごく毎週救われてる部分があって、しいたけ占いの中に情熱は伝えていかないと始まらないっていうのがあって、思いを言葉にしたもん勝ちっていうか、仮に具体的なアクションになってなかったとしても、思いを表面に出していくっていうことがすごく大切っていうのがあって、おすすめ、よかったら見てみて。新竹占いが毎週してくれるの？うん。毎週と、あとは、上半期、下半期、2018年とか6ヶ月おきの指針みたいなの出してくれてるから、今見た方がいいのは2018年下半期何々座椎茸占いで検索するといいよ。なるほどね。何座？魚座。何月生まれよね？3月生まれ。ピザって最初の一口美味しいやんか、最後の一口美味しくなくない？耳残す、はい、耳まで全部食べてたら最後の一口がお腹いっぱいになって。なるほどね。いや、いらない。なぁ、残すってこと？ん？残すのこと、うん、意外に小食やよね。これなんで人間って3食ないのって思うよ。なんで昼になったらお腹すいて夜になったらお腹すけんやろ。なんか食べるの好きやけど一度に食べたいんやって。めんどくさい、うん、今日のカレーが耳無臭だったから多分ベルがおかしいんだと思う。リカシは結構グルメ、舌肥えてるって言われる。あ、そうなんや。バカ舌だからな。いやでもどこにアンテナを張ってるかじゃない。そうなんだ、ね、アンテナじゃないんかな。ベロにないんじゃない、五感のうちどこが一番強いかみたいな。すごいある。私は視覚が一番強いんだけど、目いいやん。なんだろう、目に見えるのってさ、すべてさ、波じゃん。もうさ、波の波長ってさ、人それぞれ違って、そこに対してすごく敏感な人もいるし、鈍感な人とかは、ここら辺にあるものを気づけなかったりとか、なんかいろいろあるんですよね。なるほどね。これは、じゃあ鼻かもしれない。匂いフェチだから。鼻めっちゃいいやつ。なんだろうな、そのインターンの時も言われたんでね、旬の能力はめちゃめちゃ偏ってて、それを潰そうとする大人がこれからいっぱい現れてくるから、それを気にせずに生きていきなさいって言われた。その能力っていうのはどんな能力？素朴な疑問とかを、いい意味で空気を読まずに言って、例えばなんかサービスを作るときに、なんか本当にこれ初めて使った人に本当に届くと思わんなみたいなのをギリギリで言ってまた一から作るとか、まあ、勇気かもしれないね。能力っていうよりは勇気、っていう点で他はガバガバだけどそこで補っているみたいな。確かにそうだなって思う。改めて自己認識できたのか、それとももともと分かっていたのか、それともインターンで初めて知れたのか。初めてではないけど、なんか自分がちゃんと信頼に置ける人とか尊敬する人に言われたら嬉しい。確かにって思うよね。確かにそうだし、強みにしていこうって思うよね。で、具体的に活かせる場所はどこだろうって考えて今に至るけど、まあ、まだ発展途上とか何もまだ成し遂げてないから今からって感じかな。俺めっちゃ最近そのいろんな人と会って思うのは、なんかめっちゃ能力突き抜けてる人とか、なんか圧倒的な情熱量を持ってる人は全員エロいんよ。思わん？
エロい人って大体なんかの能力が突出してるっていう標本調査があるんやけど、どう思わんけど何か突出してるものがあると、うん、色気に関わる要素が増えて、うん、相対的にエロく見えるっていうのはあるかもしれない。ああ、なるほどね。本来そういうことめっちゃ最近思うんやってな。